森谷中央図書館は、茨城県森谷市大柏にある公共図書館である。人口1000人あたりの蔵書数は県内1位。人口1人あたりの利用率は県内2位。住民の強い要望に応え、1995年5月13日に森谷市役所に隣接する地に建設された市立図書館である。文館として、市内に4カ所の公民館と書室が存在し、 図書館と各公民館図書室で借りた本や CD 等はどこでも返却が可能となっている。蔵書の収容能力は24万冊、市聴各資料の整備目標を2万点としており、開花部分は9万冊、将来の人口増加や利用者の要望を想定し、閉館部分には15万冊の書庫を収容している。図書館建設にあたっては設計は、 三上建築事務所の三上誠一が行い、建設志向は三井松丸大流建設共同体により行われた自治体の将来のちづくりとリンクした整備計画の下で成立した図書館建築計画に基づき建設された図書館である。敷地の特性を積極的に活用した建築構造となっており、高低差のある立地から2階部分に入り口を設置したり、 高速道路に隣接する西側に、閉花職を集約するなどの工夫を行っている。また、東側に開花室が集約されることにより、利用者には、騒音と西日を遮る効果が生まれている。1階は、半地下構造になっていながらも、南北に大きな開口部を設け、コンクリートの壁面で覆われた中庭を設置し、2.3階は、円筒形の吹き抜けとなっているほか、 建物の壁面には直出タイルが使われている。森屋中央図書館が設置される、以前の1991年1月29日から2004年9月29日まで、関東鉄道上層線新森屋駅3階に、ステーションライブラリーが設置されていた。ありがとうございます。